では、どうぞ。失礼します。今宵も。一人の志願者が。己の野望を胸に。とらえと挑む。では、お名前とご経歴をお願いします。陣内哲也。四十二歳。 熊本県在住最終学歴は高校卒業現在の職業は会社経営でありますではあなたの希望金額と出資形態を教えてください希望金額は1500万円出資形態は投資でお願いしますあなたが思い描く未来の姿は分譲マンション老朽化問題を建て替えという選択肢で新しい分野のトップランナーのデベロッパーになりたい あのらその思いを金に変えろオールアナスイン新しい未来をつかみ取れキャッチ・ザファンドはいそれでは陣内さんの経歴を簡単に教えてください2000年に高校を卒業した後不動産会社のサラリーマンとして6年間勤務しました高校を卒業したとと同時にインターネットで釣り具の販売の e コマース事業を創業したのが弊社の前身の個人事業となります2006年に 個人事業を株式会社化し、現在の会社になります。不動産会社と釣り具の販売と飲食店を営んでおります。2016年に熊本地震で飲食店が被災して、分譲マンションにお住まいの方から相談を受け、二重住宅ローンで苦しんでいるということでしたので、その問題をなんとか解決できないかと、 今までの経験を生かして事業を応用していくことによってマンションの再建のアイディアまた特許のプレゼンの内容となりますそれでは今回のビジネスプラン簡単にまずお話しいただけますか今回のビジネスプランは分譲マンションの建て替え事業になりますで分譲マンションというのは、えー、と問題があるから解決する方法があって問題というのが バラバラに区分所有権がなっているので、融資を受けるためにどうしてもデベロッパーが間に入って、マンションを一つずつ買っていって再建をしていかないといけないという問題があります。ここの、私が熊本地震の際に、マンションの住民はもう建て替えができないし、その、マンションを壊してですね、敷地売却するのにでもお金を出してもやって、やらないといけないという状態であったものを、私が整理をして、 分譲マンションの所有、元の住民の所有者のバラバラになった区分所有権を SPC の投資法人でまとめることによって A さん B さん C さん D さんっていうもうたくさんいる人たちの収入などが合算できて土地、土地建物も全部合算すると。そして銀行から直接融資を受けて分譲マンションを壊して新しく建てると。 いう方法を思いつき、思いつきました。まあ、その中で何が特許なのかというと、金融庁の通達なんかによると、管理組合というのは継続したまま、会社で言えば決算をずっと何期も迎えたまま、資金調達をしてくださいとお願いがあるんですけども、これは本当に正しいのかということを私が思いまして、管理組合を全部解散させました。解散させたっていうのは、反対者から、反対者にお金を修繕積立てに入れてもらったものを、 分配してやることで賛成をいただくと。それができないとなかなか合意形成が図れないっていうことになります。これを当投法人したことによって隣接地の所有者も一緒に加えることができる。マンションの管理組合というのはマンションの住民だけっていう決まりがありますので、そうじゃなくて SPC でまとめることによって隣接地の所有者も巻き込んだビジネス、マンションを大きくするビジネスにして売却をして、で、その得た利益を 分配すると元の住民に分配する資金がほとんど必要なく戻ってこれるこれはあの私が二重住宅ローンをなんとか助けてあげたいと思って作ったビジネスだったんですけども非常にあの東京なんかであればキャピタルゲインで利益が出ますのでジェさちちょょっっとと長い <laughs> 長いいかです話よりづらあのさうちの事前面談の時にもうちの面談担当者にかなり言われてますよね。 株式会社モノレスジャパン代表岩井義明。令和の虎チャンネル主催として日本屈指のビジネス系 YouTube チャンネルを育て上げる。志願者の思いや人柄にペットするそのスタイルはまさに永遠の応援団長。志願者や虎、時に視聴者にまでも縦横無尽に放たれる魂の一括に、今宵誰が打ち抜かれるのか。演談担当者にかなり言われてますよね。話が長いから気をつけてって。はい。言われてますよね。はい。 さっき志願者控室でも雫師さんに話長いって言われてますよね。はい。そして、この最初の説明は短くっていうことも徹底的に言われてるじゃないですか。はい。なのに今僕時間見てたらもう3分超えてるんですよ。これずっと今日やります。い<え>3回言われて学習できなかったら俺悪いけど、はい、無理だと思うんだけど。はい。これあなたのために言ってるよ。 あはい、だってオールにならないって今までの令和の虎見てたら分かるでしょうがええ、はい、年こいてなんでそんな学習できないの何なん一体なぜ長くなるか自分で分析したことあるさっぱり分からんずっと喋ってるだけ頭の中入ってこないよもう一回チャンスあげるから1分で説明して分かりましたあなたのビジネスをあじゃあすいません失礼しました マンションのばらばらになった区分所有権を、SPC の投資法人で一つにまとめるということで、一つに合算して、融資を受けてマンションを再建するというビジネスです短短い <laughs> <laughs> 10秒ぐらいで、15秒で、その区分所有者をまとめることができるのはなんでなんですか、その人、行方不明なわけじゃないですか、大体ゆ行方不明お亡くなりになってたりしますよね。 だだかかかからら所在がななないいわわけけでですすよねだからみんな困ってるわけじゃないですか結構ユーザーとかのマンションリゾートマンションとかで区分所有で全くその要は所有者がもう誰なのか分かんなくなってるとてころとが連絡がつかないから立て壊しができないわけですよね同意が形成できなくて今回はそれを要はクリアできるよって話になるじゃないですか。 あ、相続登記をしてっていうこと。もちろん相続されてて、けどその人に連絡がつかないとかっていうことは多数ありますよね。はいはい。だから結局四分の三以上の同意が得られなくて、建具をしが、ができないっていうマンションたくさんあるじゃないですか、世の中には。はい。それをどう解決するんですか。そう、東証人になると、なんでそれオッケーなるんですか。えっと、すみません。えっ、ー、と。なるほど <laughs> 大丈夫ですか。あ、もうずっと喋っていいですよ。今喋るターンです。はい。えっ、ー、とですね。 もともと考えたのが被災したマンションの人たちだったので老朽化マンションと書いてありますけど老朽化マンションにこう応用できるということを書いたつもりだったんですけれどもあのすいません相続問題に関しては相続登記の義務化が来年進みますので、まあ、それで行方が分かることがあるのかなと思っておりますえじゃあ、その温社ができるマンションというのは相当限られた条件のマンションということでいいですか。 すべての老朽化マンションにこのスキームは適用できるんですか？全てに適用できます。さっきえ今言ったのは私たちが被災したマンションが対応しますみたいなことを言ってましたけど、それはどういうことですか、ね？被災したマンションはですね、お金が足りないので修繕積立金とかでは全然お金が足りないので融資を受けられないという状態なんですね。それを一つの SPC でまとめてしまうことによって銀行融資ができるということです。はい。なんなんで SPC でまとめられるんですか？あ、信託登記でまとめれば。 その要は所有者さんたちと契約を結んでっていうことですか。そうです。その所有者さんがいなかった場合どうするんですか。連絡がつかなかった場合は。それでみんな困ってるんですよね。老朽化しているマンションって。そうですね。はい。 だからその所有者さんが要はもうご,ご高齢とかになって相続されてるかもしれないけども、はい、そ相続された娘さんとかはそんなマンション知らんよっていうわけですよねあそんなの相続したかなみたいなだから,だから要は連絡つかなくて要はあのスノーリゾートあのバブル期に立ったようなマンションが今、全く立て壊しができない状態になってるわけじゃないですかそそういういい話をしてるんんじゃないんですかあそのリゾートマンションの話はちょっとあまりけど区分所有マンションの話してるんですど同じじゃないですかそれ老朽化したり50年ぐらい経ってるということですね。はい だからえ同じ条件じゃないですか、同じ条件ですだから全員区分者さんには連絡がつくマンションっていう条件縛りですか、あそうです基本的にはそうです、4, 4分の3以上、4分の3以上,3以上あの連絡がつくっていうのが条件になりますねで、はい、この SPC だと、何がすすごいんですか隣の隣接地も含めることができるていう、隣接地っていうのはと、マンションの敷地の隣の土地ですね、所有者さんも、その東証寺の中に入れられるっていうことです、そうすると、バリューアップできるって言いたいんですかそうです でかいマンンション建てられるて大きなマンションになるんで、そこの大きくなった部分をうう、まあ、再度売ればいいので、利益が出るということになりますその利益を元の住民に還元してあげる、交換という手法を使って利益を還元してあげるという方法で御社はどこで儲けるんですか、その流れの中で、あその中で宅建業法上で、複数の人に複数回売買することが不動産ってできないんですね、なので、1回だけ元の住民からすべてを買うと。 そしてマンションを作ってる間にマンション販売してしまいますので中間省略登記という時あるんですけども売ってしまって買い取ってもう売るという感じで中継するっていうようなイメージですね。三タメ三タメ三タメの話です。はい。三タメするってことですね。そうです。三タメって何？あ、まあ、第三タメ三タメ三タにする投機、ね、一,一回買うってことです簡単に。多分今回多分不動産の話で。G A テクノロジーズタイランド代表取締役 C E O 安藤浩一郎。 日本をはじめ東南アジアにおきる不動産事業多角的経営で躍進場を動かす高額出資から流れを読むのっかりの安藤まで縦横無尽そして驚愕手にした称号はむえたい世界チャンピオン本番マレーノトラ戦う日本人を神の手が救済する 多分今回多分不動産の話で多分その区分所有だったりとかそのさっきの,そのリゾートマンションだったりとか今のまあ3タメとか中間省略とか多分本当に多分視聴者さんが辞書とか引きながらじゃないとビジネスモデルがすごい分かりづらいなと思っていて多分もう少しなんか分かりやすくビジネスモデルを語れないとまあ話の長さもそうなんですけど多分ねあのお金が出ないと思います。なるべくなんか最初ちょっと 黙っってようかなと思ったんですけどなんか僕同じ業界なんで、うん、多分発言力が強すぎるというか多分僕が「ダメって言っちゃったら結構ダメな方に寄っちゃうと思うので,、うん、そうで逆に多分「いいよ」って言ったら「いいよ」うに多分乗っちゃうじゃないですか。なんか業界がすごいい難しいので、はい

まあちなみに、なんかこのビジネスでもうなんか動き出してて、うまくいってるケースとか、まだ動き出してないとかで言うとどういうと、動き出したというかあの、マンションの再建がちょっと桑本なんで、キャピタルゲインが出にくいんですね、分譲マンションの値段が上がってないので、でえー、と敷地売却の方に一般社団法人化して、SPC にしてやった部分っていうのはあります、一応それの資料を用意していきましたので安藤さん、ちなみに SPC っていうのはどういう意味ですか SPC は、まあ、簡単に言うと,、えー、とみんなでお金出し合った会社みたいな感じです、はい、特定入り法人なので、はい、何かその一つの事業だけを中心、うん、やるために作る会社みたいな感じなのであ<ー>あのやっぱり飲食もやろうとかやっぱり何々もカード屋さんもやろうとかできなくて、うん、まあ今回のケースで言うと不動産の管理のために作る会社っていう感じですね。はい、ありがとうございいますはい 老朽化マンションの課題その現状に立ち向かうビジネス専門用語が飛び交うタイガーファンディングトラたちのフォローで会話が進む序盤戦一体どう転がる新鮮イエローキャブフランチャイズ加盟店大募集詳しくは概要欄から。 ということで補足資料があります。お配りしますね。ね、はい、どうせ難しいんでしょう。すいません。それそれ分配表と新宅投票が終わった後の投機房になります。今日とりあえずこれその、はい、要はバリューアップできる保証というかそういう土地にある物件じゃないと話始まらないですよね。はい あの敷地を広げるということで解決はできると思ってますいや、その、だって、が東京は空いてなくないですか、普通は東京だったら、多分バリアップができる、もともと古いマンションというのは、すごい中心部にあるので、ああそこが容石率っていって、回数がもっと上げていいですよ、でも、その土地を広げなくても上げていいですよって、昔の昭和56年より手前だったらなってるんですよ。はい、そうなると、大きくできますので、バリアップができるということになります。 そうですね、はい、けどその隣接地が空いてるってことは空いてるというかねまあ、その例えばじゃあ古民家とかがあるような状況だとするじゃないですか、はい、ってことはそこってあんまりその要はいい地域じゃないっていうふうにだってねもう本当にいい地域だったらそこだってもう建て替えしてビル建ってるでしょって話になるじゃないですかだから微妙な地域の老朽化したマンションを建て替えるっていうプランなんですかなんかイメージがつかないですけどね例えば熊本だったら駅とこ何分の物件なんですかこれは熊本でやったんですけど熊本で僕もやってるんですけども熊本は 駅の近辺が都会ではないんです、はい、熊本はどっちかというと田舎で、はい、まあ田舎っていうか、まあえっと今ですね、すごい上がっているのは TSMC の関連で行ってる、も電車とかじゃなくて車で行くような場所なんですけど、その広い道沿いのところが値段が高い,いうでそこでやってます。道広あ 途中広げて林地、うん、も一緒に買収して,あ買収して一緒に仲間に入ってもらってその人たちには要は地権者として部屋をあげるってことですねそんなのはだったりその三井さんとか、まあ、言うなれば森ビルさんとかがもう10年とか20年かけてあそこの再開発麻布台とかやってると思いますけどやってることをまあ御社は普通にやってるだけじゃないんですか SPC とかってみんなだってそこの渋谷の桜川湖の再開発とかって全部 SPC でやってるじゃないですか、はい、普通のことじゃないですかこれって一般社団法人なんですよね解散を目的としてますので利益を分配するというのが目的なんですよね、うん、で、えー、とその森ビリさんとかは利益を分配するのが目的ではないはずですねまあ結果的に言うけど地権者さんは部屋をもらえるわけなので,そ,うそ,うでそれがバリューアップして他人に売れて利益出るじゃないですかあそうですねはい、はい、それと何が違うんですか内容はそれががなないいと融資が返せないので あの融資を受けるためにそうしてるっていうな形なんですねああ。例えば森ビルさんがデベロッパーとして,ていうか、その要は主観としてやるんであれば、森ビルが融資を引けるからいいよねだけど、そう,うそういう大手さんが見もしない土地だから。はい、みんなでまとめて会社作って融資引こうぜみたいな感じなです。森ビルさんとかやると森ビルさんが儲かるんですね。はい、住民たちが儲かるような形にしてあげたいっていうような。 補助金とかも森ビルさんに来ちゃうんですよ、ね。うんうん、あの建て替えの補助金とか全部。じゃなくて補助金っていうのは国が出してる補助金っていうのは住民のものだと私は思っているので住民に還元してあげたいっていう。っていう要素もあるし単純にその陣内さんが全部自分のところで買い取って自分のところの 中の資産としてやるっていう体力はないってことですよねそうです選択肢としてもはいだからそれを思いついたということです困ってる人たちいるよねみんなで集めて SPC 作ってそれで融資引いていいマンション建てちゃってみんな部屋分配しましょうみたいなそうですねまあいいですねそれは別にね <laughs> もうちょっとそんぐらい簡単に言ってもらえないですかすいません、はい、なんで僕らが解説しなきゃいけないですかはい 住民はそれで喜んでます。まあ、それ、そうですよね。だって、ボロボロの一軒家ね、なんか持ってるよりは、今時のマンションの最上階とかね、上の部屋のペントハウス持ってる方がいいわけじゃないですか。はい,はい。そしたら売れる可能性もあるし。はい。そういう考え方。はい。で、言ってほしかったんですけどね。すいません。すいません。いありがとうございます。ありがとうございます一方で、あれなんですよ、そのさ、あの、賛同が得られないと、うん、それってできないんですか はいでその,その賛同が今得られないからなかなか再開発って結構その大手のデベロッパーさんじゃないとできなかったりとか小規模な再開発でもそれこそ老朽化したマンションでうまく建て替えがいってるケースってほとんどないじゃないですかそれ,それはどういうふうに解決しようかなと思っていらっしゃいますか解決しようと思ってる方法は小さなマンションコンパクトマンションワンルームみたいなそれ大体なんか何室ぐらいのどれぐらいの想定してますか 多分そこが多分ずれちゃうと話の出口変、ね、えっ、ー、とですね30個ぐらいのマンションのっていうのは実情じゃないんですよねコンパクトマンションの場合は投資,用投資用みたいな感じになっちゃうので、はい、その投資家にバリアップできる今売っても1000万ぐらいなんだけどもみんなで500万ずつ出しちゃって建て替えれたらこれが3000万になりますったら1500万のやつが3000万になるわけですから2倍になるという賛同が得られるならば建て替えというのは進んでいくかなと思っております。 でも今それが進んでないんですよそれは住民たちでそれをすることを本人たちが気づいてないからです あまあ、なるほど要するにそ,のそういうのを提案する業者がないから、はい、それがうまくいってないんじゃないかっていうお考えってことですねそうです、ねはい、だから30年前に、ね、お父さんが買ったこのワンルームみたいな、はい、今もう何人にもなってないしボロボロやけどみたいなで隣地のまあ方々も賛同があって1個大きい土地にしてよりハイソなマンション東証、まあ、マンションでいいんですけどマンション建てませんかって営業するってことですでかつ区分分のののだったら30のまあ4分の3プラス 周辺住戸の、例えば、七と八とぐらいの人たちの同意を得て。で、みんなで会社作りましょうみたいな。そうですね。そうすると融資引けるんですか?。はい。な、なん、なんで引けるんですか?。あ、収入が合算するからです。その人たちはみんな。<で>土地の、土地もが、全部真っ黒結っだったら、どうするんですか?。土地も一体化しちゃうので。はい。あの、土地のバリューはあるかもしれないですけど、はい、その、例えば住んでる人たちとか、そのオーナーさんの。要は、その要は、今までのキャリアが。真っ白だとは限らないわけじゃないですか?はい。そこって見られないんですか?はい。管理組合買い取っ。 その部分は買い取る。あ、なるほど。方法。黒い人は決して。そうですね。まあ決して <laughs> まあそういう言い方で。<laughs> 一旦買い取りますねと。はいはい。今やられてるのはどうなってるんですか？その資料は。これはた,ただ単にそのなんかあのご自身の地元でちょっととっかかりのようなことをやってますぐらいの感じの資料ですよね。まだ SPC も作って。<laughs> いやもう SPC でえっ、ー、と建物も解体が終わりまして<ー>でお金の分配を今やってあと最後。 あちなみに分かりやすく言うと築何年で何階建て何棟の物件が、えー、どういう物件に生まれ変わる予定なんですかあこれはすみません敷地売却で解体だったのでただ解体しただけ、はい、あの敷地解体して敷地売却ってその再建するお金がなかったので<ー>あ今、渡した分はですねなるほどでもう1個のプランのやつここに今回のビジネスプランのやつに載ってるのは27個から30個ぐらいのやつが50個ぐらい。はい のマンションに建て替えて分譲した場合の利益が載っております。目処はあるんですか、そのこれこれの。もうここやりますみたいな。えっとそれの次のページかな、リュックスの利益って書いてある。どれだ。ですかね。一億一千四百万かなんか書いてある利益が。 どっか、どこだよ <laughs> あ、これっす。<laughs> それあ,あ、なるほど。ちっちゃく。<laughs> ちっちゃく。<laughs> えで、結局、はい、えっと、その物件を見つけるのがリュクスさんのお仕事ですよね。はい。要するにちょっと老朽化してそうだな、みたいな、焦げついてそうだな、ぶみたいな物件を見つけて、はいはい、あ、周り臨地なんか、古民家ばっかで。 ここまとめて大きい敷地にできたらいいなみたいなことを、はい、多分リュックさんだけじゃなくていろんな会社がやってると思うんですよね当たり前ですけど、はいはい、それは SPC でやるかやんないかっていうのは御社の単純に体力があるかないかの問題なのでむしろその雑魚い手段を使ってるわけじゃないですか 私たちにはそんんななな資金力はないので、みんなでみ集まりまりしょうみたいな感じですよね,そうですねだから大手のデベロッパーさんはそんなことすることなく大手のネームバリューで再建計画みたいのを立ててそこにまあお金を引っ張ってきて立てるわけですよねはい。だからそれをもうちょっと小規模でやりたいなみたいな感じでいいですかあいやあの元の住民にそれはお金が還元されないんですよねその大手のデベロッパーがやる場合に僕の感覚で言うとされてますけどね だって、例えば、渋谷の、あそこの東急が持ってた土地の周りにいる隣地の、要は個人所有の方々は、あそこの再開発によって、ボーンとビルが建ちました、一部屋もらうわけじゃないですか。要は自分の区分所有面積に応じた。それを売ったら、多分1億以上儲かってますよ、みんな。<ー>だからみんな収益もらってますよ、簡単に言うと。だし、賃貸,貸ししたとしても、利回りで行ったら、もう余裕で100%超えですよね。だって昔から持ってる土地が、今、いきなりタオンになるわけですから。はい、はい。バリューアップは半端ないわけですね。 だから収益がいってないっていうのは言い過ぎなんじゃないかなと思いますけどどうでしょうか話がそれて申し訳ないんですけどもアドバイザーという業種があってですねアドバイザーというのは合意形成を取るためのアドバイスをする仕事なんですけどアドバイザーっていうのはだいたい1年間で600万ぐらいかかるんですねだいたい顧問料みたいなのが600万かかるとでうちは1年間で50万でやりました50万ででやったんですけど 600万でやったところは2年間まとまらなかったんですけどうちがやったら50万で一発で1年でまとまってしまうぐらいそのプランの方が大事なんですねこれだけあなたたちにお金お返しできますよっていうのが大事なのでどれぐらいでお金払えば再建できるのかどれぐらい敷地売却したらお金が戻ってくるかっていうのを提示してあげることが大事だと思います <laughs> いや言いたいことは分かりますけどそれたまたまじゃないですか。 もちろん50万でね成功しましたっていうのはね N 以ー N=1 の事例があるかもしれないですけど当たり前ですけど今の大手のデベロッパーさんっていうのは建物のハード面とそれにプラス暮らしっていう意味でソフト面っていうのをダブルでで作っていくわけですね、はい、例えば公園とか要は林地緑地とかも開発したりとかして今大阪だったら梅北地区っていう第2期っていうのやってますけどああいうのを作ってるわけで要するにそれは別にただただね50万か600万かの話じゃないんですよ。<laughs> ねえね細<あ>さん、はい、でもさその東急の話とか多分全然違くない規模感とか歴史とかこれってその株式会社カードン会長トもハッピーカードゲーム専門店ハレルヤを創業年商は60億円超え伝説のプロゲーマーが次に手がけるのはマジック・ザ・ギザリングをはじめ全てのカードゲームを取り扱う超総合店カードンボビー界のエヴァンジェリストは志願者のライフを癒すのかあるいは強烈な一撃を叩き込むのか 大手がさあやるとこって別にそもそも地価上がってるしそれがマネタイズできますよ皆さんっていう話で、はい、これ熊本でやる予定なんですよね基本は熊本でそれだったらちょっとおかしくておかしくてだってこれ今回3000万円の資金を使ってマンションのモデルルームを作るのに費用を当てるんですよね。 はい、このモデルルームっていうのはどこで作るんですか大体東京のちょっと離れた場所八王子とか東京のちょっと郊外郊外の駅行けるあっでも東京進出してガーッてやるんですねこれからやりたいなと思ってくますあ,あそうですここ決ま決まってるんですかもうこ,このスキンはとりあえず首都圏ではないと儲かんないんですよだってバリューアップしないんで熊本のそのよくわからないマンションと周りの土地を買いたいそこに住みたいっていうのは少ないのでだからなるべくねそういう要するに 新宿から30分圏内ぐらいの、まあ、16号とかそこら辺沿いぐらいでいい土地があればって感じですよね居抜きとかで見つけたいっていう感じ、ね、にしてもその大手がバーンとやるような場所からしたらだいぶかそってる場所って感じですよねはいそうです、うん、けど大手というばりは要は中堅と呼ばれるような要は不動産事業者さんたちがかみつくところというかかもしれないですねうん いかなる可能性を秘めているのか。まあ、あと今あのタイガーファンディング始まって三十分ぐらい経つんですけど、ちょっなんか、うん、ここまでまあいろんな難しい単語が飛び交ったりとか、お金出そうですか。<laughs> いや理解不可能だろこれ。うんなんかそのまあ横にいて私が申し上げるのも失礼かもしれないんですけど、はい、やっぱりちょっとよくわからないトラの皆さんが解説をすることでようやくその。 ビジネスプランの概要っていうのが出てきてる段階で岩井さんどうですかいやあの林さんになっってましたずっと <laughs> <laughs> 寝てた林 <laughs> さんのもついていけないのでこれは僕は悪いんだろうと思うけどもさっぱり分かんないでやっぱり僕は、ね、主催なんで視聴者はどう見てるだろうっていう目線を見ながらやってるんですよね誰もついてきてないですよねこれ。細井ささんんとか安藤さんが解説してて初めて ああなんとなくそういうことなんだなぐらいのことが分かってるそれでもまだ多分視聴者はついてこれないぐらいの話なのに志願者の方はもう自分本位でずっとなんかこう主張されるばっかりでなおかつ人が喋ってるところに言葉かぶせてきたりとかでもう全然分かんないですよ。相手がしゃべってる時に言葉かぶせたら駄目だよっていう話も事前面談で言われてますよね。 そんなな違和感ないですけど、ねうん、だから、うん、直ってないいすよねそういうのが人が喋ってる時に上から言葉かぶせることがどんだけ失礼なことなのか相手にそれが分かってないので陣内さんはもう勝手に好きなこと喋ってて自分のことをみたいなそんな感じ今んとこ挽回しなきゃまだ時間あるからはい,、はい、いほんまにその説明が下手くそすぎて そうです、ね、あの頭どうなってるのか普通に疑うレベルですね渋谷アマそラクリニック院長ドラゴン細井美容外科医としてあまたの施術を担当 YouTubeSNS 戦略で事業を拡大し医学部受験塾メデュケイト塾長を務めるなどその活動は多岐にわたる志願者を晴れやかな空へと導く美の白竜がタイガーファンディングに舞い降りる 頭どうなってるのか普通に疑うレベルですね。やっぱ背に言っちゃったんですかね。あいやあのー、あや背に言っちゃった。<laughs> いやちょっとやっぱシレ失礼なことを言ってる、ね。本当にいや,いやこれいや面白いんですよ。多分ね安藤さんもツッコミの子いっぱいあると思うんですけど、まあこういうのはいいと思うんですよ。あのほ細井先生が言われた分のあの大手ができない部分っていうのは。 どうしてもですね再開発するときにマンションで再,あの再建するときに値段というところが大事になってくるんですね、うん、売り出す価格というのが大事になってくる、はい、っていうとすぐコストをおとおさ抑えないといけないでもこの再建というのはほとんどの人がもう売れてるという状態半分以上が売れてるという状態で作れるんですね、はい、もちろんですもも元の人が帰ってきてくれるからそうですねはい そうすると、その人たちが合意すれば、最先端の設備みたいなのを取り付けることができる。合意すればね。あ、それが事前に合意できるんですよ、ね。もちろんです、で事前に合意できない。あなたの話し方じゃ、誰も話がわかんなくて、合意できないんじゃないかと思うわけですよ。わかりますあなたがこうやって説明してくださって、こんなにビジネスに長けている5人が聞いてもみんなポカンとしてんのに、ね、臨にいるおばあちゃんちにコンコンって言って、 ここをね、こしたらね、IoT で家電がねとか言ってもね、はぁみたいな感じで何言ってんだこの人になっちゃうんじゃないのって普通思いますよ。もっと優秀な営業マンがいるんですかじゃあ。ああ、そうですね。はい。そう、だからそこが、要は合意形成をしようっていう仕事じゃないですかこれって。はい。合意形成向きなんですかねみたいな感じですよ。普通に。だってここの合意も形成されてないですよ。 <laughs> そうですね。あ、はい、笑ってくれてありがとうございます。いや、俺からしたら、細井さんが頭の回転が早くて、早口でまくし立てて喋りすぎて、ポカーンってなっちゃってるように見えるけどね、喋りづらいと思うよ。なんか、会話のペースが全然違うもんだって。やっぱ慎重にいっちゃったんですかなんか、学歴にいっちゃったんですか学歴に行っちゃったんですか <laughs> す配慮、<laughs> 配慮は言わないんですかねいやいや、だって、専門です、ね、相手に、相手によってちょっと変えようよ。変えて、だから。ゆっくり喋ってこない。すごい、優しく説明して、視聴者のために、 安藤さんがいつかはいこれダメっていうのを待ってるから時間を今稼いで今安藤さんはもう今、はい、これダメっていうのをいつまあまあダメなんですけど、まあ、ただその、うんなんかうん、ただなんか難しいっすよねなんかうちデベロッパーじゃないんですよまあ一応関連会社でデベロッパーあるんですけど 基本的にはあの買い取り再販業者なのでまさにその3タ目で中間省略をして、まあ、仕入れさせていただいて次のオーナーさんに渡していくっていう、まあ、不動産業ってすごく裾野が広くて建てるのも不動産業だし土地をその仕入れたりとかするのも不動産業ですし、まあ、管理も不動産業で、まあ、なんかせっかく令和の虎の視聴者の人になんか区分のマンションを住んでらっしゃる方もいるんでなんか我々が思っている課題感を伝えるとすると今管理料って20年前からずっと上がってないんですよ。 あの不動産のあの管理の費用ですね。なんで皆さんが、あのマンションを買って住んで、管理。 組合さんんととかに払ってると思うんですけど新しくなんか値上げして2万円3万円にしますみたいな感じだとふざけんなーって言ってずっと2万円で続けようとするからもう,こう無理が来てるんですね物価も上がってるじゃないですかあのガソリンの代も倍になってるみたいな中でその価格で管理するのって無理なんですけどなかなか値段が上げられないとかっていうところがやっぱりエンドユーザーの人にやっぱきちんとこう伝わってなくてで今回のそのプランも多分あの 一部のなんかこういい部分はあるんですけどなかなか多分うまく伝えていくっていうところが一番難しいのかなと思っているので一番が本当にその伝える力とか巻き込む力みたいのをどれぐらい持ってるのかなっていうのをちょっと見させていただいているっていう感じ。 なんですやっぱりそこが一番難しい、ね、じ,ゃじ,ゃじゃあ合意が得れないっていうことそう,そ,うそ,うそうなんですよね、はい、となるところを今ねその老朽化したマンションで管理費全然払ってなかったけどもドーンって大きくなったらいきなり管理費が3万とかなるわけですよねその月額の支払いすら嫌だっていう人がいるかもしれないですよね周りの人たちでそういうとこをこういうメリットがあるからっていう合意形成ができますかっていう。 いや結局もうなんかこのままでいい何も変えたくない派閥って言っているじゃないですか,なんかどんなことでも別にうちはもうこれでも別にローンも残ってないしお客さんもついててまあとりあえず5万円プラスになってるから別にお金とか集めてなんかもう変なことやりたくないみたいなもうね特に日本の場合高齢化してるんであともうなんか10年なんでもうこのままでいいよみたいな派閥と攻めてこうって派閥をいやでも攻めましょうよって攻めた方がいいですよって言ってる派の会社が陣内さんだと思うんですけど。 それをどういうふういふにこうなんか説得してか俺はこうだから説得できるんだとかうちのビジネスモデルこうだから説得できるんだっていうものがないと何かこういいことを言ってて正しいことを言ってるから賛同が得られるっていうのはちょっと違うと思うのでそこが一番なんか今日のプランの中で鍵だと思います一番目に話したその解散管理組合を解散させてるんですね。でお金をもう修繕積みた時にたまった分はもうお返しするとみんなにお返しするっていうのが合意形成 至るっていうのが、私は気づいた点なんです。うん、で、それをするために。今回のこの特許を取ってるっていう,ような形にな、なりますんで、うん、解散させるっていうことなんです。うん、はい。それが言いたかった。僕はそれでわかるんですけど、多分みんなわかんないですよ。多分、そ、そ、その、なんていうんですかね。あの、そこがポイントなんですっていう。はい ここに隠し味に牡蠣のエキスが入ってますみたいな感じで言われてもちょっとよく分かんない,みたいな <laughs> 多分同じ「あっ笑っていただいてそれもちょっと最後にな」<laughs> ちょっとあの「タイガーファンディングへの志願に至った経緯の中で皆様のお力添えをいただき V 字回復を目指してまいります」て最後に書いてあるってことは,はい、はい、今は、はい、やばいんですか会社は。1投目はすいません正直言ってえー、っと。 失敗しました。ええ、いや赤字なんですよだから。一投目は失敗しました。なんで？土地で売ったやつ。あ、いや土地売ったやつじゃなくてその一個手前の再建の部分のやつははい失敗しました。で今このままいくと陣内ダ社の会社は相場立ち行かなくなるって感じですか？あいやそこまではないとは思います。例えば直近の一年間の売り上げはどのくらいなんですか会社は？えっと直近は五千万ぐらいですね。マイナス 1500万ぐらい出ましたね決算で。ただ今回の希望金額じゃないですかそれ。あ,あ、ただ1 0 <laughs> あの裁判で1000万勝ちましたんで勝訴になったんでその1000万か返,返ってくるかか形にはなります。いや正直なところもうこれ起死回収政策ですか最後のあなたにとって。そうですね。だけあのタイガーファンディングの方を見させてもらってなんか事業再生版っていうのがあったから、はい、ああそれ行きたかったなとは思いました。うん、<laughs> それ言われちゃうと<ら> <laughs> いや。 マジマジで、はい、そ,そこに行ったらなんとかなるかどうか知らないけれども、はい、もう今ここで正直みんなでこう話をして、はい、あなたのアイデアにお金が積むっていうイメージが正直この時間までもう40分やってるけど全くモテないんですよ、はい、だとしたらもう最後の勝負かけて事業再生版タイガーファンディングに出るぐらいしか僕にはもう言いようがないんですよね。はい でもそれを今あなた軽くあれ後で見ちゃったから出たかったなあとかって言われちゃうとえらい軽んじてるなとしか思えないんだけどね僕いつも思うんですけど相手の気持ちをちゃんと考える方ってこういう喋り方にはならないんじゃないかなって思ってるんですね受け答えを見ててもそんな,にかないです <laughs> えまあね、まあ、僕こ,この2人はちょっと違和なかったです園長の途中、はい、は全然普通だまあまあ。まあ ね細井さんの助けあってっていうのはあるんですけど、別に喋ってて違和感は感じないです別に。だったらもっといろいろ聞いたらう。せっかく出てる。ん。黙ってるだけじゃ意味ないよ。確かに遠藤さん一言も存在感が全くないじゃんあんた。何やってんすかいつも。俺怒られてる。カバーで怒られてる。いや違和感なく聞いてて納得できるんだったらじゃあお金積んでよ。ねだからその。株式会社遠代表遠藤有紀。 手放し経営をモットーに学習塾を運営武田塾のフランチャイジーとして動きながら自らも美容整形の術語ケやインディバ治療など事業のフランチャイズ展開を進める滋賀県初近江商人の精神で志願者よし虎よし視聴者よしのタイガーファンディングを作り上げるまあ金額も今回でかいじゃないですかずっと事業モデルの話してて。 じゃあ僕らの会社何に使われててどんだけメリットがあんのって話はまだ一回も来てないんで、うん、だからそれを遠藤さんは聞けばいいじゃないですかじゃあ俺が今喋ってるところでいや俺らは違和感ないよって二人で言うぐらいだったらほら自分でどん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 物の聞いて自分がお金詰めるように話詰めていきゃええじゃんやれやそれ腹立つなあすいませんいやいやあなたにじゃないよ遠藤さんに腹立ってな俺何も喋らんくせにさ 人が喋ってる時に横でボソボソさ、いや俺ら大丈夫だよねとか、ふざけんな虎だろお前。って、だから、聞いてて別にイラっとは一回もなかったよって話です。だから、違和感ないっていうそんな別に普通の言葉じゃなくて、あなたが自分でお金を出すべく、ちゃんといろいろ聞けばいいじゃないですか。だって喋ってんのは細井さんだけだよ。聞けよ。遠藤。 おサボってんじゃねええよ <laughs> おめえそ,なんやその棒読み遠藤さんはここまでで何を思ってたんですかだからその僕らのお金が何に使われてどれだけのメリットがあるのかっていうのはずっと気になってたそれは知りたいな,たいな俺もこれ気になってましたね、はい、この用途のモデルルームって本当に必要なのかっていうでその今やってるのはどうなのかっていうのはさっき気遣っ,って赤字だよって言わなかったけどいやだから。かだ,からだから僕が 本当は会社やばいんじゃないのって,って切り出しちゃったですか。それはないないあのはいね,いねそこで止められたら話進まへんやんか。もう一遍聞くよ。このままじゃ会社やばいの。大そうでもないの。うんまあやばい方ですね。えそれってその不動産がやばいんですか。それともなんかその釣りとか飲食とかやられてるじゃないですか。そっちじゃないです。不動産がやばい。やばいだけで、はい、結局そのグループ全体っていう言い方をするとどうなんですか。あそうですね飲食もダメですね。 そんなね、なんか危機感感じないけどね。感じないです。金持ってんでしょう本当は。金はですね、金というか資産は持って。おお。で再生期でやっぱその10店舗とか飲食店やられてたりとかされてたぐらいなんでなかこう人人財産築いてる系。このね表現がいいんですよ。最盛期は10店舗もの多店舗を展開。すげえ威張ってる。でもなんか熊本で10店舗って結構すごくないですか。地方の10店舗ってやっぱ東京とかの10店舗と。 もともとんか,元々なんかあのお父様とかが資産家だなでいらっしゃるないそうではないの、はい、資産はあなたが作ったそうですじゃあ1500万の赤字何年前耐えられますえっとですねその前は2000万赤字打ちましたんで2000打って1500打ってあ打って来年来年ぐらいまでですかあと1年の寿命ですね結構ギリギリじゃないですか、はい、もうちょっと危機感を持った方がいいんちゃいますか普通にこんな要はしょっぽいプレゼン内容本当よう作れますね42歳になってびっくりしますわ どこで勉強してきたんですか聞きたいですわあの土地をですねあの大きく再開発しようと思うときにすみません全然違う話に切り替えたまた切り替わるんですね切り替えたダメですかいやいやあのなんでこういうプレゼンになっちゃうのかっていう質問に答えてもらっていいですか分かりにくいこういうプレゼンになるのかですねそこが改善されることが多分御社の逆転なんだと思うんですよモデルじゃないですよ別にモデルはありいいじゃないですか別にけど ここまでビジネス分かってる人間がみんなはって思ってるのおかしくないですか普通に。それがなんか全然分かんなくて、な何がそんなに分かりづらかったですか逆に。だって。うん。 え、じじゃゃお金出してないじゃんそのさんさんなんとかっていう単語だけ分からなかったけど分かりやすい分かりづらいとお金出したいか出したくないのは全くの別もんで分かりやすい話だけどおいしくないからお金出さないってのは別にいくらでもある話でただ普通に解散管理組は解散させて新しい法人みんなでその原資で作ってで周りの人も巻き込んで,でみんなにリターンさせるっていうのをこう資本なくて利益率も低いけどそれでうまく微妙な物件をやりたいっていうことですよね要は。 それに、美味しさを感じさせるトークをしなきゃいけないわけじゃないですか。オーナーさんたち、区分オーナーさんたち全員もそうだし、リンチのオーナーさんたち、全員に美味しいって思いをさせる。うまさはちゃんとプレゼンできてないってことですね。だってうまさ感じてないから今お金出す気になってないじゃないですか。だからうまさをプレゼンしなきゃいけないんですよ。うまさは皆さん感じて。 ますねだからあ僕らが僕らがああそうですね他の人たちはみんな、はい、僕らとか視聴者とかはいそ<う>住,住民とかだから僕は地上げして地上げとかあのするんですけどその時にはうまさはすごくみんな感じてもらてけどここではそのうまさじゃなくて僕らが投資するうまさをアピールする場所ですよねすすじゃあどうぞえっとですねさっきの話なんですけどさっきの,あの細井先生に切られちゃった話でそ,うそうですね <laughs>、はい 土地をですねこう地上げって言うんですけど、隣接地をまとめていく方法の中に、どうしても区分マンションとか入ってくるときに、区分マンションの場合は全、全部の部屋を買わないといけないんですよね、その措置を手に入れるためには。それだったら、この方法を使って、みんなで参加して、過土地であったら、その容積率は増えますんで、全部広げて、大きくして、売却するっていう方法の方が、もうリスクも低いんですよね、もともと売れてしまってるのでなので。 そういう方法をどんどん取っていって、東京の都心みたいなところに大きな建物を作っていきたいという方法になります。今誰にしゃべ誰に喋ってるんですか？<laughs> いや、俺らの美味しさを説明してくださあ,あごめんなさい。あ、なのでそれをそれをすると、<laughs> いや俺らが千五百万出す美味しさなんですか？はい、いくらになって帰ってくるんですか？えっと一プロジェクトあたりち私の仲介手数二割ですので、今回一億三十個のマンションを五十個にしたら。 1億1500万ぐらい利益が出ますので、これの2割ですから、2300万ですね。で,で、2300万を1プロジェクトあたりに払うので、その同規模であれば1プロジェクトあたりに払うので、1回あたりのプロジェクトの上限が1億円ですから、永遠にこう20%くるとえこれ永遠ですかえ永遠です。<laughs> マックス1億までじゃなくてあ、じゃないです。これは1プロジェクトあたりです。ええ？え それじゃ毎回僕ら2000万もらえるかもしれないそうですけそれは<え>正直広告料と思ってるので、こんなことある <laughs> まあけどね、年に1個とかですね、まあ、プロジェクト。ただ、ただ、あの人とか増やすれば、地域で何,何個か展開できれば、もっと増えるっていう,ような感じにはなりますじゃあうまくいけば、われわれはもうただおいしい条件になってますってことですね。そうです だかまあ単純に株式にした方がいいかなと思ったんですけど、まあ赤字を超えちゃってしまってます、ね。株式はあまりいらないから。あいやいやいやそうなんですよ。だだからそっちの方がいいかなと思って書いたんですよ、ね。そうですね。今どんな場合だって高線費で20%出してるわけだから、それを分配しますよみんなが拡散してくれればってことなん。そうですね。はい。本当かなこれ。20%の20%をくれるってことですよね。プロジェクト成立時に違う。仲介手数料の20%いただけるんですよ。仲介手数料っていうのは全体の何パ<中>何パーセントもらうんですかその。 取引時の両手で6%パーそうですね6%プラス12万円あそういうことか、はい、決まってるんですそれはその中の20%が、はい、2300万円とかなるんですか平均、はい、えっとですねいやなんないでしょう3ため三ためなのでちょっと表現が分かりやすくするために仲介手数料と書いてるんですけど基本的には3ためなんですよだけ自分の利益の中の20%っていう3ためだっけ3ためは3ためを、まあ、あのまあすごい分かりやすく言っちゃうとまあ中抜きっす だから代理店です一、はい、回買って売る下ろしてエンドユーザーに売る不動産ってそもそもその3%しか取っちゃいけないってルールがあると1億円の商取引に絡んでも300万円とかしかもらえないじゃないですか、うん、なので逆に自分たちの営業力で1億円のものを8000万円で買うことができたら1億円で売れたら2000万儲かるじゃないですか、はい、なのでその手数料じゃなくてそっちのこう仕入れて販売の方に気付いた頑張っていってるっていう。うんうん 簡単に言うと陣内さんの手掛けるプロジェクトであれば平均して1億円ぐらいの仲介手数料入るからその20%の2000万円が虎の人たちに行きますよっていうことであってますね違います仲介手数料じゃなくて売買益が出ますってことですそうです中手で6%で1億だったら相当な規模なんで中手発生しないんですよしないですよねだから発生しないから売買益のところが一てことですですよね 中海手,そうそう手数料って書いてあるこの表現が間違ってるってことであってますかあ、そうです。はい。はい。だから、あの、分かりにくいだろうなと思って中海手数料書いただけです。いや、余計分かりにくい余計分かりにくい。<laughs> そんなん言ったらだってね、ろね、1倍、12億とかの規模のビジネスやるってことになっちゃうからね、これ視聴者さんが見たら。あ、でもそれぐらい、ねあ。そういうことでしょ、でも。でもそれぐらいです、規模で言えば、その50個のやつだったら、僕は熊本だったら、うん、ら原価が15億でしたから。で、赤字になっちゃった。 なるほど難しいですねねやっぱ、ね、で結局その今の古いマンションに住んでおられる方とかそこからは離れてしまってる権利者の方とかのところを回って話をつけていくんですよねそれか電話したりしてそれで何でこのモデルルームが必要なんですか モデルルーム作ってみんな来させるんじゃなくて自分で回っていくイメージなんですけどああルルす、ね、売る方じゃなくてそのまとめる方の話をされてて僕は東京に出てきたいので事務所兼モデルルームを東京に作りたいなっていうところなんですねだから売るあ新しいマンションを売る場所ですね売る場所をああそれは必要ですねで、はい、だけどその売るところがあるよっていうことで住民たちをこうまとめたいとでここで売りますと、まあ、モデルルームはね必要ですよねこういうマンションの公用部屋を作る予定ですっていうねそうですね 大金が動く可能性を秘めたビジネスその提案を受け止め虎たちはそれぞれに何を思うコミュニケーションの壁を乗り越えいざ迎える最終局面思いついたのがすごいですねリライブシャツというシャツなんですがさあそれでは時間になりましたので。 ここで最後にもう一押しお願いしますすラストステートトトテメントですはいあのいろいろと私の説明が至らなかった点また準備不足な点いろいろありましたけども私はですねあのこのマンションの,あの再建を取り組んでいてですね住民の人たちから言われたのはあなたの発明は日本の国土を救うとまで言われたんですね。私はそれを信じて あのこれからもこの事業をやっていきたいと思いますのであのどうぞお力ずよろしくお願いいたしますはいありがとうございますそれでは陣内さん一度後ろをお向きくださいそれではファイナルジャッジメントタイムですはいそれでは元にお戻りくださいではただいまより最終決断に入ります まず細井さんお願いします。いやー、まあ百万ですね、これは。百万。もうこの手法がこの撮影の後、世に出回った以上。これはもうただ営業力と交渉力だけになってしまうんですね。なので、別にその今回の陣内さんに特別な能力があるわけではないし。もっと東京には強い営業力を持った不動産屋がたくさんいると思いますから。 なかなか陣内さんが、うん、イニシアチブ取れないんじゃないかなと思っちゃいましたはい細井さんから100万円が出ました続いて遠藤さんお願いしますいやちょっとむずいなこれえっとまあリターンは美味しそうだからまあ結果ちょっとナッシングなんですけどリターン美味しそうだからまあ出してもいいかなと思ったんですけどちょっとまあもうちょい時間欲しかったなって感じですねまあちょろっと出してもしょうがないしと思ってゼロ、ね、はい、300ぐらいならと思ったんですけどはいそんな感じですはい でではは続いいいてトモハッピーさんお願いしますす万円です僕はこれ自体はいいなって思ったんですけどなんか一人出しできなかったのは、まあ、単純に高額っていうこともあるんですけど1,500万円赤字とか2,000万円赤字っていう話をしてる時に東京であんまり戦えないんじゃないかなっていう感じがしちゃってそこのなんか不安さが。 三人出したらオールぐらいの金額になっちゃいました。ありがとうございます。ともハッピーさんから五百万円が出ました。では続いて、安藤さん、お願いします。はい。僕はナッシングです。まあ、なんか。同じような業界なんで、私が出してしまうと。まあ、いろいろと問題も出てくるんじゃないかなみたいのもあったりはしたんですけど。まあ、一番は、なんかコミュニケーション取るのが、すごい、こう。難しいなと思っ。 そのコミュニケーションコストがかかりそうだったので、もうちょっとコミュニケーション取りやすい方だったら応援しますっていうふうになったかもしれないです。なので、なんか話し方ってすごく重要なので、まあ、もう再三、営業やられてると思うんですけど、これからもなんかお話し方、お伝えの仕方みたいなのを気をつけられるといいんじゃないかなと思いました。すすすいままませんん残りあとと万円となってます最後岩井主催お願いしし安藤さんにほぼ完全同意でした僕も えとトム・ハッピーとか遠藤さんはねあの別にって言ってたけど僕やっぱりコミュニケーション相当しんどかったですこの方と一緒に何かの授業をすることは今の僕には難しいなと思えたのでなんか授業の中身とかあとね他の方々に対してこんなにメリットがあるんですよっていうふうにおっしゃってたのは共感ができるんだけど今日のことをなんとか先に向けるためにはこれしかないかなという。 事業再生版 <laughs> あのちょっとこん,こんなの書くのいけないかわ分かんないけどあの事業再生版に出る虎の方々が陣内さんのことをどう思うかは別としてでも本当にあなたがちゃんとここに書いてあるように自分で V 字回復したいんだと事業再生したいんだっていうふうに思ってるんだったら僕は令和の虎の主催として事業再生版タイガーファンディング主催の後藤さんに推薦することはできると思いますありがとうございます。はい はいということでえ、令和の虎タイガーファンディングとしましては、希望金額に対して、えー、達ししませんでした今回はナッシングです、お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ、そして岩井主催からは、事業再生版行きというボードも出ましたけれども、それも踏まえた上で、最後、振り返っていただいて、お願いします今、コミュニケーションが不足しているというのは、実は私自身でもですね自覚はしてますので、今後ですね、改めるように、あの今も努力は続けてるんですけれども。 なかなかあのうまくコミュニケーション取れずに大変申し訳ないと思っておりますのでよろししくお願いいたします、はい、そして、まあ、ナッシングということで私からも一言数字のお話とかリターンのお話が非常に進んだかなとは思ったんですけどどうして陣内さんがこの事業に取り組む思いとか この事業をすることによってどうしていきたいんだっていうやっぱり思いを金に変えろっていうのがタイガーファンディングだと思うのでもう少しそこを聞きたかったかなと思いましした事業再生版頑張っててくださいい応援していますお疲れ様でした老朽化マンションの課題に向き合うビジネス業界を変える挑戦は残念ながらナッシングで終幕コミュニケーションの壁に苦戦を強いられた戦い トラたちの金言を胸に男は新たなスタートを切るその背中を見送りトラたちは次なる志願者を待つ仲間とつながれるトラとつながれるもちろん主催ともつながれる ファンクラブ入会はこちらから。